どうも、こんにちは。いつもながら可愛いことで有名な徳島現代史協会の静葉ちゃんです。まあ、相変わらず動画の方はですね、撮影の方をサボりまくっておりましてですね、まあ、YouTube の方にいつも上げようとしている朝日新聞の気になる記事という動画も、サボりまくっております。それだけじゃなくてですね、動画のネタ、一応撮影はしてるんだけれども、まだ編集してないっていうネタがね、10個以上あるんですよ。あれ、どうしたもんかなって思うんです。すいません。私の怠慢でございました。まあいいや。ともかく気温取り直してですね。まあできるようなタイミングでぼちぼちとやっていこうということでやっていきます。本日の朝日新聞。本日は2015年の2月26日木曜日ですね。まあ本日のトップの方は、戦後の教訓、国際貢献論点にということで、安倍談話の有効、有識者懇談会ですか。まあこちらを、今後どうしていくか。まあ、このようなのがありますし、また戦後70年ということでですね、最近この朝日新聞の方でもいろいろと特集記事が組まれております。また広島での土石流災害や、例のその3月11日の例のあの旧越沖地震、まあ、あちらの方の被害状況、それからその後の話っていうのもですね、まあ、特集記事として載っておりますね。で、今回注目すべき記事っていうのは、例えば徳島県の記事ではあるんですけれども、統一地方選挙ということで、まずこちらを紹介しておきましょうか。知事選告知まであと残り1ヶ月ということでですね、現職の飯泉かもんさん、それから、次、もう一つ立候補する新人の共産党の、古田道夫さんですかね。女性です。で、この二人が今回立候補するということになっておりますけれども、個人的にはやっぱり飯泉さん、現職の知事の圧勝ではないかと考えております。まあ、その理由としては、徳島県というのは非常に財政の苦しいところでしてね、国の方から、公共事業をね、取ってこなきゃいけないんですよ。で、なかったら、貧乏。だからこそ、元国交省出身の、ね、国交省の官僚出身である現職の飯泉さんが強いのではないかと。まあ、それに彼自身、飯泉かもんという方自身も、ものすごく力のある方のようでしてね。まあ、あちこちのお祭り行って一緒にバカ騒ぎやってるところもちょっとあるんですけどね。まあ、もうみんなと一緒に楽しもうじゃないかって、そんなこともいろいろやっております。まあ、バカ騒ぎって失礼な表現ですけど。まあ、ともかくあちこちにいてですね、イベント会場に行って、いろいろとね、交流を深めている方でもありますし、また徳島の今後のことも考えていらっしゃる方でもありますから、この方の圧勝ではないか。むしろ、現職で登場したこの共産党の新人の方ですね、この方が知事として本当にふさわしいのかどうかということに関しては、私は懐疑的でございます。実績もないし、そもそもこの人、名前聞かないです。あんた誰状態 まあ、この状態ですんでね。まあ、この方はおそらく出るだけ無駄なんじゃないかと思っておりますよ。まあ、無投票当選でも十分ね、誰もが、徳島県民の大多数がですね、支援するような知事さんが現職としていらっしゃいますんで、この方が当選するであろうと私は見ております。さて、今回の一番注目すべき記事ですね。まあ、全国版ではあるんですけど、本日の25面に、あ、35面になります。よっこらしょ。35面にですね、今回の社会面ですが、まあ、大阪の中学校でですね、給食が始まって、この昼食が、外食になってるんですね。要は、給食室みたいなところがなくて、お弁当屋さんに仕出し弁当としみたいな感じで発注してるんだけれども、258人分届かず、発注ミスが発生している。まあ、それだけじゃなくて、お弁当が美味しくないとかね、冷たいもんだから。だから、そういう話もまあ、ありますけれども、こちらではなくて、こちらです。奇跡の一本松、復活の万年筆ということでですね、例の中越地震、東日本大震災の津波に耐えた岩手県、陸前高田市の奇跡の一本松を使ったモンブランの万年筆が3月11日に発売されると、このようになっておりますけれどもね、何考えとんなんたら。 いやね、ちょっと待ってね、ごめんなさい。タブレット PC の方がおかしくなっちゃった。まあ、これはどういうことかと言います。これはね、何考えとんねんっていうふうに表現しましたけれどもね、これはいろいろと突っ込みどころが満載です。まず、奇跡の一本松ということで、この一本松をですね、保存しようというプロジェクトがまず始まりまして、なんと木を細胞化することでどうにか保存しようと。まあ、そういうふうなプロジェクトがあったんですね。もう、とんでもない金額を立て、とんでもない金額をかけてですね、一本の松の木を保全しようじゃないかと。
ね。まあ、これこそ、民衆に踊らされた結果なんじゃないかと思うんですけどね。その震災じゃないや、震災でいいのか。それのモニュメントとして一つ残すと。まあ、それはそれで悪いことじゃないと思うんですけど、その時にですよ。余った枝を使って、ペンを作ると。まあ、それはそれでいいでしょう。実際にね、屋久杉を使ったペンっていうのもありまして、まあ、木の素材のペンっていうのはそう珍しいことじゃありません。まあ、ファーバーカステルも木の素材を使ったですね、まあ、高級な伯爵コレクションとかいうのも作ってますし、また、エモーションシリーズでもね、それぞれ、まあ、こんなペンの話してもしょうがないのかな。まあ、一応、筆記具に関しては結構ね、好きなものですから。で、まあ、突っ込みどころの、一つが、まずその奇跡の一本松のその余った枝を使ってペンを作ろうというのはまあまだわかる。まだわかるけれども、なんでモンブランに発注するの？なんで？日本にはね、パイロット、プラティナ、セーラーっていう三大メーカーがあります。それ以外にも、筆記具をね、作っている OEM 生産ができるぐらいの優秀な筆記具のその生産拠点っていうのあるんですよ。生産会社が。小さな製造工場だってあるんですよ。にもかかわらず、なんでわざわざこのモンブランという、しかも落ちぶれたって表現させてもらう、あえて。落ちぶれたブランドの万年筆メーカーにいちいちやるかね。モンブランというブランドはですね、実はもう消滅してるに、消滅してるって言ってもいいんですよ。というのは、現在モンブランというブランドは、リシュモングループという宝石を扱っているところに吸収されてるんですね。以前は、モンブランブランドのものすごく値段の手頃な筆記具というのが実際に販売されておりました。それこそ数千円ぐらいで手に入るぐらいのものですよ。それがですね、リシュモングループというところに吸収されてから、超高級筆記具以外作らないってことになったんですね。それだけじゃなく、輸入筆記具協会というところから脱退しました。これは、今までモンブランというペンがですね、ものすごくいいですよっていうふうに言っていた小売店、つまり地元の小さな筆記具店で取り扱いができなくなっちゃったんですよ、モンブランというブランド。今まで必死こいて一生懸命モンブランのペンを売っていた、その文具店に対する裏切り行為をやっちゃったっていうのがモンブランっていう現在のブランドなんです。しかも生産している会社というのは実はモンブランという会社ではなく OEM 生産です、全部。実際にね、マイスターシューティックっていうシリーズがあるんですけれどもね、以前のモンブランと今のモンブランで規格が違うんですって。つまり作ってる会社が全然違うんですよ、あれ。ブランドだけ残ってるんですよね。まあそんな感じなんですけれどもね、なんでわざわざそのモンブランという海外メーカーに発注しなければならないのかっていうのがものすごく疑問に思った点。そもそも日本って木工で栄えた国でもあるんですよ。木工技術はちゃんと日本にも持ってますって。ね。わざわざモンブランに頼む必要ないじゃん。しかもこれ1本あたり、ここ、1本48万1000円。税抜きで売り上げの2割が復興支援でしなのに寄付される。なるほどね。こういうふうにやったら、2割ですから、大方、8000円ぐらいかな？あれ？ちょっと計算今暗算できなかった。大方50万の2割だから、100万で大方1万円ぐらいか。でいいのかな？計算。まあこれぐらい、違うね。あれ？なんか頭が湧いてる。いくらだ？2割だから、100だから1万円でいいのかね？うん、1万円って、よくないか。10万円か。それが復興予算って10万円だ、ごめん。それがまあ復興予算で約10万円ぐらいの復興予算として使われてそうですけれどもね。で、これが限定が113本限定ということは、1130万円が一応復興支援としてまあ使われるっていうことになるのかな。それにしてもね、正直、あんまり好きになれるような、話ではないですね。これだったらやっぱり日本のメーカーに任せた方がいいんじゃない？さすがにパイロットはともかくとしても、そうだなぁ。パイロットってね、並木ペンってよく使ってるんだけどね、数万円から数十万円のペン先全部一緒ですよ、あれ。だからあんまり好きじゃない。
で、まあ、セーラーだったら、まあいいかな。セーラーかプラチナだったら、あそこだったら技術力高いんだけどね。まあ、それよりももうちょっと、その地元にも多分ね、ペンを使ってる工房もあるはずなんだから、そういうところに任せてもいいんじゃないかって今ちょっと思ったんだけど、どうなんでしょうね、これ。ね、悲劇のことだったら、あそこ語っちゃうでしょ。まあ、こういうふうな勝負なんですよ、私。まあ、ともかくですね、まあ、いろいろとこの復興支援については、いろんなところがいろんなふうに動いているのはわかるんですけれども、ちょっと方向性間違ってるんじゃないかと思った、今回の気になる記事でございました。ということで、静葉ちゃんでした。どうも。まあね、まあ、こんなこともあるよね、本当にね。はい。